ガム決勝ゴールを知った諦めて帰りかけたサボたちの反応がこちら。これが高速手のひら返しってやつか。うんとってもグレートブリテン。これもフットボール。こいつらと来たら。これも手のひら返しが凄まじい嬉しき手のひら返し。諦めてたくせに盛り上がんな。これも関係なチームの話だからいいけど自分の好きなチームでやられたくないな。これすげえわかる。でも俺はこういう時自分の目で見たいからほぼ負けでも最後まで見てる。帰っていく人見ながらこの後最高の瞬間見れるのになぁと思ってるで結局そのまま終わって混んでる中帰る羽目になる。もう負けわかって。なら今夜お前に出よう。そんな時にスタジアムの大歓声、終了1分前に追いつき、逆転するなんてドラマよりも出来すぎ。1名で帰っちゃうのか。せっかく高いチケット代と時間を使ったのに、あの伝説のゴールを見逃すなんて。ってそんなこと、誰にもわからないからサッカーって面白いんよな。この人たちもサウスゲートの被害者。